マルドロールと申します。今回はドンデシャン哲学著作集を読ませていただきました。マジで誰だよあんたです。18世紀のフランス、ブルターニュ地方レーヌで下級管理の家に生まれ、ロワール川中流ソーミュールに近い田舎町、モントルイユベリンで小さな僧院の責任者を務めたベネディクト会修道士、ドン・デシャン、本名レジェ・マリー・デシャンは、当時流行していた啓蒙思想を生ぬるい反啓蒙であると非難し、その平穏な生涯とは裏腹に過激な思想を崩壊した人物です。生前匿名で発表された2冊の著作に19世紀中央から発掘された膨大な未刊行の思考を加えて、この無名の修道士の哲学的意向を全訳したものが本書になります。ドン・デシャンの主張を簡単に先取りすると、あらゆる法と宗教とそれに支えられた私有制に基づく階級社会を根底からぶち壊し、彼独自の形而上学的真理から導き出される平等社会へと人類は移行すべきであるというもので、ルソーやボルテールなどの有名思想家たちをこの自説に引き入れようと説得したところ、おおよそ危険思想すぎるから寄せ、あるいは意味不明として黙殺されています。形而上学の面ではヘーゲル以前のヘーゲルとも、社会理論の面では無政府主義的共産主義の先駆けとも評されたドン・デシャンのラディカリズムは、時代を経たせた1960年代末5月革命の熱気において注目を浴びたものの、その脳本主義的なユートピア構想が偶然にもポルポト政権の虐殺と重なり合ってタブー視されるに至り、18世紀について20世紀にも黙殺されたという筋金入りの危険思想です。日本での認知度は昔のより以下にちょっと乗ってるとかのレベルで、アンドレ・リュシュタンベルジュの基礎研究や啓蒙期の地下文章といった文脈を通じて紹介されたそうで、啓蒙思想研究の大家野沢教授をして翻訳書がそうしてラディカルなものに惹かれ続けた己自身を総括する良姿ともなればと10回進めたほどのヤバさです。長き不当な封印を打ち破らんとする迫力に満ちた訳業ですが、本書以外の保護文献はほぼ見当たらず、自分はジャンバール具体的なものへの書評で郷田真人氏が言及していたところから遡った次第です。ドン・デシャンの特異性は、彼独特の形而上学と社会理論が密接不可分に、しかも変質教の文体と言われるほどの道後反復的な怪獣さで書かれているところにあります。猟奇的で難解な人物なので、今回はざっくり紹介しますと、17世紀的な大形而上学体系やスコラ的な神学存在論が権威を失い、自然科学的な思考様式と宗教の歴史的理解が広がった18世紀の思想において、反時代的にも存在一般の学を孤独に創出し、ドルバックをはじめとする啓蒙思想家を志願したこの修道士は、一見寄せ人的な宗教家と思わせて、むしろ哲学者たちの宗教批判は宗教を生んだ社会体制までちゃんと批判できてないのでぬるいという論理構成に基づき、宗教革命と社会革命の同時遂行を要求する解明的な無神論者です。具体的な影響関係は不明点が多いようですが、同時代の思想をかなり貪欲に吸収しており、悪と不平等が広がる文明への批判は、例えばルソーの人間不平等起源論に近い大枠です。おそらくルソーに触発されてドン・デシャンは、未開状態、法律状態、中立状態という3段階で人類史を捉える自弁的な歴史哲学を展開します。未開状態はルソーの自然状態とほぼ同じ自然人の原始社会で、次に来る法律状態は実定法に支配された文明社会全般を指します。我々の社会状態は人間に可能なあらゆる状態の中で最悪のものであり、健全な判断力があれば人は死を願うはずだから、この法律状態を支える法と宗教を破壊して彼が統治する未来社会、中立状態への移行が必然だとされるわけです。ここからねじ曲がってきて、この中立状態以外の社会は全部クソなので、古いクソを新たなクソに変えるよりは今の社会制度を維持した方がまだマシだと言います。小手先の改良ではなく、不平等を根こそぎ廃絶することしか眼中にないため、その政治批判は具体性を欠いており、例えば君主制、貴族制、民主制のどれがいいかといった問題は本質的にキリがなく、キリがないこと自体でくだらぬことを証明しており、むやみに変えても後悔するのが推しだから、生まれた国の生態を守るのが最善だとしています。当時の政府による総員の統廃合政策なども通じて、フランス革命へと向かう時代精神のうねりを察知していた彼は、啓蒙の進歩派による改革では法律状態はなくならず、有害無益な宗教と統治の手直しにとどまると予想したがゆえに、その後の歴史で繰り返される革命派対改良主義の原型ともいえるラディカルな批判を展開したものの、その内実は反動と表裏と予防革命ないし対抗革命だったわけです。そしてこの込み入った政治的立場は、もはや神を問題としないために神を語る無神論的な形而上学を屋台骨としています。彼の教説の核心には、善逸体と善逸者という対概念があります。宇宙、自然、物質といった実在全体を有限物の相互や相互の関係性として捉えた層を善逸体、逆に存在を関係性抜きでそれ自体で捉えたものを善逸者と呼び、後者は自己以外のあらゆる存在を否定する実在の裏の層として無または虚無とも呼ばれます。この両概念は人類が生まれながらに漠然と持っている唯一の本有観念であり、すでに様々な書物に断片的な真理の叫びとして現れていて、彼の詩弁はそれを明確化して展開しただけだと言います。
創造者と被造物は端的に同じ物質で前一体に属し、キリスト教の神概念とは前一体と前一者を曖昧に混ぜて人間の道徳性を投影した虚妄に過ぎず、ここから神の法など実定法の強い者勝ちの原理を内面的に俯瞰する文明の欺瞞であると喝発するわけです。神即自然の大枠からスピノザ主義に次ぎしたスコツ的実念論とも誤解されたこの体系は複雑ですが、理論的側面からざっと見ますと、全存在が唯一共有する一般的性質にして形状学的中心である前一体は、物質を個々の色合いではなくその基調で見たものであり、運動と静止、充満と空業、生と死といった相対立する一般的集合名詞も前一体が形状学的に多くまたは少なく現れたものに過ぎず、諸存在は重力のようにこの形状学的中間完成点に惹かれるがゆえに、人類もまた本性的に全く秩序と平等を目指すものであると社会理論的にも論決されます。この前一体は自然観においては、宇宙の万物が絶えず他の諸存在の部分粒子によって構成し合う存在論的な網目構造として表彰され、例えば地球の人間は土星の諸粒子の構成に扱っていて、今いる人間の一人一人のうちには過去の全ての人間が生きており、また自然のうちにはそれなりに生命を物理的な魂を持たぬ物体は一つもなく、人間と同じように動植物や鉱物も思考と感覚と記憶を持ちます。ここからそもそも人間とは肉と血と骨と繊維と神経からなる複合物であり、これら身体機構に他の物体の粒子が混合することで感覚や観念が生じるのであって、この身体的物理的作用から区別される私理性的霊魂や自由意志など存在しないといったイギリス経験論についの認識批判と身体一元論的な人間観までもが引き出されるのは結構王道で面白かったです。ただ本人曰く、これらの真理はあまりにも単純なので無味乾燥に繰り返すことでしか伝えられないらしく、図式的に何度も何度も返し縫いするくどい書き方がされており、割とげんなりしていくのですが、前一体ではなく前一者の側面から言うと、究極あらゆる思弁は実在の根源に潜む不毛な否定性、無を認識して立ち止まるべきだとする空無論あるいは虚無論のこの論理は、自分のような否定神学フェチにはたまらないものがありました。さて、こうした形而上学に基づく彼の具体的な革命観は、法外に楽天的な無欠革命のビジョンです。自らが発見した以上の真理が世に広がって門が開かれれば、この思想そのものが先制君主的な力を振るう名称性の独裁が起こり、国王をはじめとする貴族層たちがこぞって自らの地位と文明を放棄して、平和に革命が達成されるというのです。もちろん理論の名称性は理解されないと力を発揮できないので、彼の著作を読んで真理を理解できる教養人、社会的支配層が革命の主体となります。平等路線なのに先日はエリート主義で、農民や職人には何も期待していないのですが、これは民衆蔑視というより文明社会の矛盾を大して感じていない純朴な民衆への羨望があるらしく、支配層や知識人特有の退屈は民衆の過重労働よりも不幸だとする彼の特異な幸福感に由来しています。民衆に対する我々の暴虐によって民衆の幸福から何が奪い去られているかを私は残らず知っている。だがそのことは別として、法律状態のもとに自分が生まれ変われるとしたら、私は大領主、大神王、大王または大天才に生まれるより、良き農夫、良き職人、それどころか良き日雇い労働者に生まれたい。黄昏れていてうざい一方で、以上の真理に納得できない少数の人間が現れたとしても、名称祭の独裁の相互強制を通じて狂人扱いされて精神病院に監禁されるので問題なしと本気で怖いことも言い出します。こうした支配層の一人相撲的な自己放棄が謎の全体主義に発展する恐ろしい変革の展望も、歪んだ階級社会での安寧は生きるに値しないという絶望的な現状認識に支えられていますから、今だとむしろアクチュアリに読めるのが辛いかもしれません。前一体の次元で捉えた諸存在は本質的に皆同一物なので、性別や年齢などの生物学的差異を除いて何の違いもあってはならず、全員が完全に平等であるべきというのが彼の形而上学から結論される未来の中立状態の組織原理となるのですが、具体的なユートピア構想の記述をさっと拾うと、都市文明は全部破壊されて人類は田園に散らばり、財貨と異性を共有して最高に健全で豊かな生活を送るとされます。人々は村落ごとに一棟の縦長の建物で共同生活を送り、家族の概念は解体され、男女は近親相姦のタブーなく無差別に交わり、新生児は全員の子供として育てられます。みんな同じ条件で暮らすので、次第に性格や要望も似通ってきて一切の個性が消滅するらしく、よって異性の共有に対する抵抗もなくなるといった次第で、死者を悼む習慣もなくなり、死体は動物の死骸と同様に処理されます。学問や芸術といった文化も不要になり、狂った文明を思い出させる書物という書物は全て焚き付けにされ、ドンデシャンのこの本自体、中立状態が実現した暁には真っ先に焼かれるそうです。また中立状態の人々は笑いもせず泣きもせず、いつも晴れ晴れとした顔をしており、なぜか習わずに水泳がうまく、女性は妊娠していないのに乳が出るようになり、どの子にもまた老人にも分け隔てなく乳を与えます。よくわからない部分がかなり多いのですが、まとめましょう。ドンデシャンが言う中立状態とは、人類が全員同じ顔になって、
子供だけでなく青年、中年、老人までもが母乳を飲めるユートピアです。稀に見る変人なので、啓蒙期の人間は一体どうなっているのかと、思わずカシーラやグレトイゼンなどに逃げたくなりましたが、ユートピア文学としての構築度と守備一貫性は当時において間違いなくずば抜けています。また、観念的ラディカリズムの小気味を押すと、それがはらむ矛盾や抑圧性をも極端なまでに体現しているという意味で、暗黒啓蒙的な可愛いオルタナティブ感もすごいです。極物には違いありませんが、文明社会の混迷に妄想的なまでの形状学体系を釣り合わせることで絶望をしのぐような生き方は全く一言とは思えませんから、ヘンリー・ダーガーにすらなれない私たちは、せめてドンデシャンになれれば行こうとするべきなのかなと、最近は思います。ドーン、デシャー。